どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボークメンテナンスが明けまして、2周年、あさってで2周年なんですけど、2周年に向けての、ログインボーナスイベントと、26日ですね、今回じゃなくて次の占領戦が始まった時に、いろいろ追加されますよっていうお知らせと、派遣ガシャと、インボークフェスが始まってますね。で、今回派遣ガシャなんですけど、重蔵ですね、鈴谷重蔵、特等に、昇進した重蔵が派遣キャラとして、登場しています。早速キャラの詳細の方見ていきましょう。ごとつで時短 SSR ですね、15分でコストカット 15%、時間カット10分からの成功率アップラ 3%、占領ポイントアップ 1.8 倍ということで、優秀なキャラなんじゃないかな。時短 SSR 持って、ポイントアップ 1.8 倍の SSR 持ってるのはかなり、優秀かと思います。まあでも最近マジでガシャ回しすぎなんで、もういちいち俺確定枠まで回してたらね、石普通に気づいたら結構使ってたんでね、今回は10連だけ回していこうかなと思います。まあ動画短くなっちゃうけどいいでしょう。2周年ね、実は、そんな大したもん来ねえかなと思ったね。ログインボーナスだけで終わるか、SSR1 枚確定ぐらいで終わるんじゃないかなと思ったけど26日、今告知するってことはさ、本当は今日来るかと思ったんだけど、今告知するってことはやっぱいろいろ追加してくるのかな。絶対なんかでかいキャラは来るよ。うおー、マジか。さあ、重蔵出ちゃった。マジめっちゃ嬉しいんだけど、重蔵好きだからさ。マジか。というわけでですね、10連で重蔵来てくれました。いいね、幸先いいね、2周年に向けて。3月14日陰謀系2周年迎えられて本当におめでとうございます。この調子でね、3周年4周年とどんどん、コンテンツを増やしていって長続きするゲームにしていってほしいですね。というわけで、今回はこの辺りにしたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。今回もイラストが届いております。どうぞ。